こちらはまだ検査中です。左腕の経過も順調ですが、調整とかいろいろあるので、まだもうちょっとだけかかっちゃうかも。でも治り次第そっちに合流するので、心配しないでね、スバル。そうしんと。よう、スバル。父さん？なんだよ、そんなに驚くな。だって、お仕事忙しいのに、こんなとこにまで。娘の見舞いに来ちゃいけねえって決まりはねえやな。ほれ、着替えと差し入れだ。ありがとう、父さん。改めて、ごめんなさい。何がだい？銀姉をさらわれちゃったことと、大怪我してみんなに心配とか迷惑かけちゃったこと。過ぎたことを言っても仕方ねえさ。銀河は生きてるはずだし、お前の怪我ももう治る。これは一応だが、今日はお前に確認に来たんだ。確認？今回の件、降りてもいいんだぜってな。別に過保護で言ってるわけじゃねえ。身内が絡んだ事件は冷静さを欠きやすい。担当を外すのが常道だ。銀河があんなことになって、現場に行ってお前は冷静でいられるか？今度は冷静でいたいと思う。降りたくない。なんでだ？責任感か？それもあるけど、私の体、やっぱり戦闘鬼人たちと戦うためにすごくよくできてる。お前、次の出動でもきっとあの子たちが出てくる。ガジェットとか魔導士戦ならまだしも、戦闘鬼人戦で私が降りちゃったら、フロントアタッカーがいなくなったら、フォワードチームが全力で戦えない。地上本部の時は失敗しちゃったけど、今度は絶対失敗しない。ティアやエリオたちとも話した。今度は絶対ちゃんとやれるようにって。だから父さん。俺が何言ってももう聞かねえ時の顔をしてやがんな。強がりじゃなく、ちゃんと考えて覚悟を決めてんならそれでいい。ありがとう。俺としちゃあんまりありがたくねえんだがな。まったくよ。ごめん、でもありがとう。スバル、起きてる？て、ティア。おお、ティアナ。中島さんさ、失礼しました。なんだよ、職場でもねえのにそんな固くなんなよ。はい、お邪魔してはいけませんので、後ほど。平気だよ、ティア。ちょうど話も済んだとこだ。はい。お前さんも見舞いに来てくれたのかい？はい、ちょっとついでがありましたので。それから、スバルの着替えを。ありがとな。ありがとう、ティア。悪いな、俺はもう戻る。はい、お疲れ様でした。じゃあ、スバル。高町嬢ちゃんや隊長たち、ティアナの言うことをよく聞いて冷静にな。はい。母さんの娘で銀河の妹だ。お前もちゃんと強えんだからな。それに父さんの娘です。じゃあよろしくな、ティアナ。はい。中島さんさ、お見舞い？事件から降りるかって。そっか、降りなかったの？約束したでしょ、奪われたものは取り返す。今度は絶対失敗なんてしないって。そうだったわね。ちびっ子たちだけどね。エリオとキャロ？あんたの体のこと、もう少し詳しく説明したけど、しっかり受け入れてくれてたわよ。そっか。マッハキャリバーはまだ？今再起動中で、まだ眠ってる。早く話ができるといいんだけどね。マッハキャリバー、きっと怒ってるから。でしょうね。やっぱり一人で突っ走っちゃダメだし、突っ走らせちゃダメよね。人間同士のコンビも、デバイスとマスターも。私もマッハキャリバーに謝らないと。ティア。
ああ、デバイスついでに、私のクロスミラージュだけど。ん？モード3ね。変形はやめて、出力強化のみにしてもらったの。え、クロスミラージュの3って、ロングレンジ用だったんじゃ。次の出動はきっとすぐだろうし、練習時間が足りない。使いこなせる確信がないのよ。うん。ちゃんと鍛えてない魔法や武器は、かえって危ないって、いつかのあれで思い知ったし。クロスミラージュも賛成してくれたしね。そっか。あんたたちもちゃんと話し合って、頑張っていこう。何？なんか、ティアがすごくマイルドで、もしかしてこれ、夢じゃないかなと思って。それじゃあ何？私は日頃そんなに怒ってばっかで、暴力的でツンケンしてるって言いたいわけ？ちゃんと理解してるじゃん。あんたってゲバゲバゲバ、ごめんごめんなさい。人がちょっと気を使ってみれば。まったく気遣い損よ。でもね、いつも怒ってばっかで暴力的でツンケンしっぱなしのティアも私大好きだよ。優しくてまっすぐで強いの、ずっと変わらないもん。戦闘鬼人なんて変わった生まれ方を最初は隠してた私のこともちゃんと受け入れて、友達でコンビでいてくれた。ティアのコンビパートナーとしてちゃんとしなくちゃって思ってたから、私は今までやってこれた。どうだか。ティアのパートナーとして、フォワードチームのフロントアタッカーとして、私きっとちゃんと役目を果たすから。うん、じゃあ私も戻るわ。うん、私もうすぐ退院だから、ティア、これからも一緒に頑張ろう。でしょ、いちいち言わなくたって、私らはスターズの3と4、フロントアタッカーとセンターガード、嫌でも一緒にやってくんだから。うん、さっさと体直して帰ってきなさい、待ってるから。うん、きっと。一緒に頑張ろうか。なんだかな、私はいつからあんな恥ずかしいこと平気で言えるようになっちゃったのかな。これはまた夢を見てるです。いつもの夢。古いベルカの戦乱の時代、ただ見ていることしかできない、まるで遠い誰かの記憶のような、いつもの夢。夢の真ん中にいるのはいつも銀の髪を揺らした寂しそうな女の人で、今度の戦は長く続きそうだな。そうだな。それからシグナムとシャマル、ビータちゃんとザフィーラ、八神家の守護騎士のみんな。戦自体もだけど、私たちの活動時間もね。もう2年以上になる。2年と半月だ。烈火の将、湖の騎士、青き狼、お前たちは考えたことはないか。うん、この時代の戦乱についてだ。我らの最も古い記憶から100年以上の歴史を重ねても、未だ戦いは止むことなく、空と海を埋めるほどの戦船が舞い、地表は武器と血潮を屍で埋められている。欲望を叶えるためには戦いが最も手早い手段なのだろう。そうして自ら命を落としていくのだから、人間たちの思うことはよくわからんがな。でも私たちもその人間に作られた兵器に過ぎない。ああ、でも今度の主は今までの主よりは随分と賢くていらっしゃるわ。闇の書の完成ではなく、我らを手駒として使い続ける道を選んだことか。すまんな、お前たち。別に
お前が気に病むことでもなかろう。あなたが起きててくれる分、ずいぶん気も楽だわ。この戦いも、こたびの主の時勢も、永遠には続かんだろう。いずれきっと、完成した闇の書の力を使いたくなる。そういえば、紅の鉄器の姿が見えないが。ビータか。また一人で、空を見ているのだろう。空なんて見ても、暗い雲と戦船しか見えないのに、ね。ビータ、闇の書が心配している。戻ってらっしゃい。うるせえよ。戦場以外での指図は受けねえ。ビータ、ほっとけっつってんだろ。ビータちゃん。紅の鉄器は相変わらず手厳しい。ごめんなさいね、闇の書。後でよく言って聞かせる。いや、叱らないでやってくれ。私はあの子に嫌われているからな。お前だけではない。あれは我らの誰とも相入れようとせん。守ってくれるし、一緒に戦ってもくれるけど、懐いてはくれないわ。あれは優しい子だ。せめて少しでも自由に生きさせてやりたいが、呪われた好みではそれもかなわん、主を選べぬ私のせいでお前たちにも苦労をかける。すまない。謝るな。我らとてお前の一部なのだから。これもまた我らの定めなのだろう。いつか壊れるまでただ戦い続ければいい。壊れて眠ったら、その時にはきっと安らげるから。ああ、紅の鉄器ビータ。あんたの、うるせえぞ。城の東から見れば、雲の切れ目からわずかばかりだが空が見える。戦船も少ない。きっと少しは綺麗な空だ。あいつ、思念通話の回線は。これはちょっと叱らないと。いいんだ、やはり私が至らぬのだろう。我らが呼ばれる戦場は、どこまで行っても闇と曇天と汚れた大気しかない空だ。あの子やお前たちにせめて青く澄んだ空を見せてやりたいが。気に病みすぎてお前に倒れられてもかなわん。もう気にするな。あなたはいつもみたいに私たちを束ねて指揮をして。夢の中の守護騎士たちはなんだか怖くて近寄りがたくて。くそ。私はただ見ていることしかできなくて、闇の書って呼ばれてるあの人の背中がなんだかとても悲しくて。リーンの夢ですか？ええ、前も普通の夢なら見てたみたいだったけど、今回のは。私も昔経験した記憶解雇かもしれません。うん。私のリンカーコアは初代リーンフォースと溶け合ってますし、リーンのリンカーコアはそんな私のコアを分けて生み出したものですから。記憶や感情が残ってるって、それは一応オカルト分野のお話なんだけどね。まあ、私がオカルトみたいなもんですしね。アルクロストルギアですから。ハヤテちゃん、そんな。心配はないと思いますが、少し早めに私が迎えに行きます。ああ、ビータがこっちに寄るみたいだから、その時に送ってってもらうわ。ザフィーラの様子見に来たいんだって。そうですか。じゃあすみません、お願いします。リーン、